ジクロルボス、ジクロルボス、ジクロルボスとは分子式チャクラアップで表される有機リン化合物の殺虫剤である。ジメチルニニジクロルビニルホスフェートともいい、略称は DDVP である。農薬として開発され、日本を含む各国で広く用いられていたが、日本では2012年4月で農薬登録は執行し、現在、家庭用殺虫剤、 ジクロルボス樹脂上酸製剤や貿易用乳剤の有効成分として使用されている。原体は毒物及び劇物取り締まり法の劇物。乳剤は薬事法の劇薬に指定されており、購入には譲り受け書に記録し、夏印が必要。飛散性が高く、速効性があり、また残効性、残留性が低い特徴がある。純品は無色の結晶。 熱に対する安定性が高く燃焼させるのは困難。水への溶解性も低く多くの有機溶剤に通う。アルカリ性の水溶液で加水分解する。鉄への腐食性がある。各国で野菜、果樹、穀物、綿花、タバコ、茶、クワ、キノコなど多岐にわたる作物の多種の害虫防除に用いられている。 多くは40から80%の成分を含む乳剤として販売され、用途に応じて100倍から1500倍程度に希釈して散布する。また、訓練剤、燻蒸剤もある。日本では2012年4月に農薬登録が執行したが、トマト、レタス等の野菜、柑橘等の果樹、茶、柿等幅広い作物に使用され、 農薬としてのジクロルボス製剤の散布については、作物及び栽培方法別に、財形、使用方法、使用期間、使用回数などの安全使用基準が定められていた。例えば、ブドウは、乳剤の散布、または、訓練剤の訓練に限り、収穫の3日前までしか使わない。アスパラガスでは、乳剤の散布を収穫前日までしか使わない、などである。日本における、 出荷量は、平成18農薬年度、2005年8月から2006年7月、で5 0八8トン。オルトジクロロベンゼン乳剤などの殺偶剤の補助成分としても用いられ、ハエの防除に用いる。家庭や事業所などの衛生害注用燻蒸剤の一、成分としても用いられる。 海外ではゴキブリなどの生命力の強い昆虫等を対象としたスプレー殺虫剤の一成分として使われる例もある。樹脂に高濃度の成分を含ませたもので成分が蒸散することにより倉庫、工場、便所など屋内の害虫を駆除するのに用いる。ただし安全性の観点から人が常時いる居室内や飲食する場所、 飲食物が露出している場所では使用しないように指導されている。有機リン化合物のトリクロルフォンから水酸化ナトリウムなどのアルカリを用いて塩化水素を取り去る形で得る製法が一般的。農薬用ジクロレボス原体の品質について中国では天津農薬省が寄贈した国家規格ギガバイト二千五2 5 4 9から2003によって 純度95.0%以上、残留トリクロルフォ2.5%以下などと定められており、無色ないし黄色の液体として製造される。日本では1980年頃には年間1500トン程度の原体が製造されていたが、現在は国内での農薬用途がなくなり、また中国やインドなどでの製造が増えているために輸出も減り、生産量は半減している。 原体は毒物及び劇物取締法の劇物、製剤は薬事法の劇薬に指定されている。また、農業用は農薬取締法により扱いなどが規定されている。労働安全衛生法第57条の2第1項に基づく、労働安全衛生規則第18条の2及び別表第9により、原体は名称等を通知すべき。 危険物及び有害物となっており、安全データシート等の提供が義務付けられる。また、2014年11月より、労働安全衛生規則第30条の規定及び、別表第2の改正により、製剤その他は、ガ有率1%未満のものを除いて、名称等を表示すべき、危険物及び有害物となっている。ジクロルボス樹脂乗産製剤は、ゴキブリ派へ、 カナドの駆除を目的に一般用医薬品として販売されており薬局、薬店で購入可能である。以前は劇薬に指定されていたため購入には14歳以上かつ譲り受け書への記入となつ印が必要であったが2012年5月31日に劇薬指定を解除されたことで現在は譲り受け書不要で購入可能となっている。ただし 一類薬品の指定は変わらないため薬剤師が説明の上で販売する必要がある。ジクロルボスの樹脂肪散剤は従来から家庭や店舗等で使用されていたがヨーロッパにおいて使用規制が進んだのに伴い東京都生活文化局が使用時の室内空気中濃度を測定したところ1日許容摂取量アジが超過したとして 2004年に国へ再評価の提案を行った。厚生労働省は、アジを基準として安全性を論ずることは、必ずしも適当でないとしながらも、吊り下げタイプの製材は、高い室内濃度で、毎日24時間暴露した場合、安全域を上回る恐れが考えられるとして、居室、客室、事務室、教室、病室を含む内や飲食する場所、食堂など、 飲食物が露出している場所、調理場、食品倉庫、食品加工場などでは使用せず、人が長時間留まらない場所に使用を限定する用法を変更し、指導した。DDVP 製剤の成型、加工、または放送を行う業務では、労働者が健康障害を起こすリスクが高いため、2014年に労働安全衛生法施行令、 昭和47年政令第318号第18条の名称等を表示すべき危険及び有害物第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務別表第3に規定する特定化学物質に指定された。中国では敵的可視光 d d w などの名で農業用殺虫剤として広く使われている。中国では 有機林系農薬の最大許容残留量を、穀物、野菜及び果物、食用植物油等に分けて定めているが、ジクロルボスの許容量は、未生成の穀物に関して0 1ログラム以下、野菜及び果物に関しては0 2ログラム以下、食用植物油からは検出されないことと定めていた。現在は、さらに細かく分類して、キャベツ、白菜、 大根は0 5ログラム以下、稲もみ、雑穀、大豆、桃などは0 1ログラム以下、玄米、トウモロコシ、リンケイ類、他の葉物野菜、他の果物などは0 2ログラム以下などとなっている。検査はガスクロマトグラフィーによって行うことが中国国家規格、GIGABYT T5009.20 から1996などに定められている。 なお、測定は、出荷時の残留量であり、蒸算しやすい本成分は、輸送中に大きく減少する。他の有機リン化合物と同様に、コリンエステラーゼ阻害作用がある。吸引すると倦怠感、頭痛、吐き気、腹痛、下痢などの症状が出、重篤な場合には、動向の収縮、意識混濁、痙攣などを起こし、死に至る場合もある。蛍光毒性、リーは、 ラットで1 7ログラム、経費毒性、LD はラットで7 0 4ログラムである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。